やってんね。おいや。進んでる？うん、大丈夫。今何作ってんの？ソフリットをトマトソースも。ソフリットのペーストを炒めてて、うん、で、こっちは並行してアスパラ入れるやつと、あとはピンチョス系を。なるほど。ちょいちょい。今日もパーティーメニュー。あ、いいね。いいえ、お買ってきてくれました。うん、あ、いいっすね。ゆうだ、はい、ありがとうございます。もう考えてたの、レシピはずっと。いやー、もうここ 2,3 日で、でも最終的に決めたのは今日もう見に行って、うん、なんかどれ美味しそうかなみたいな、そういう感じで。うーん、おかえり。すごい、何？まだ見ちゃダメ。何？すごい、何これ、クリスマス仕様みたい。スイちゃん待ち？スイちゃん待ち。料理はほぼ上がりました。うわ、うまそうこれ。ねえ。雄大が料理してんの珍しいから撮っとこう。珍しい。めっちゃ撮るじゃん。OK。あ、帰ってきた。おかえりー。おかえりー。わー、すげーすげー、イエーイイエーイ。まあまあまあ、とりあえず、おかえりおかえり。とりあえずお座りよ。ありがとう。何飲む？オレンジジュース。オレンジジュースごちそうですよ。美味しそう、美味しそう。みずきのね、ますますのご発展とね、ご多幸をねお祈りいたしまして、するとともに翼のご活躍素晴らしかったです。ありがとうございます。最高でしたね。じゃあ乾杯。はい、乾杯。いただきます。どうも。雄大、いただきます。いただきます。これからどう食べよう。うん、美味しい。うまい。うん。いい感じ。うま。よかった。美味しい。うん。すごい。うわ。おいー、肉ポルチーニ鮭のソースも、あーすげー、肉、いただきます。キノコを添えて、うまっ。キノコもや、肉よりキノコがうめえっていう噂。うまっ、うん、うん、これが雄大の本気。そう、あの割といいね、バカレーな、いいね。なんで出汁を染みしてたんだよ。本当そうだよ、うん、幸せ、すげえ嬉しい。うん、ごちそう、みんなで食えるしな。最後の夜ではあるけど、うん、まあでも、うん、次はソウルで、次はソウルで、本当遊びに来て。ソウルで会いましょう。韓国に遊びに来てほしい。行きたい。あ、俺も実は今日卒業します。今日、もう明日の朝に行きます。はははじゃなくて、はじゃなくて、なんで？え？いろいろいっぱい理由あるんだけど、一番の理由は入りたい時に自立したいって入ってきて、みんな本当に俺のこと助けてくれるから、そういう環境にいても自分の中でしっかりと一人立ち、自立っていうのはできないなと思ったし、で、その元カノと会って女子3人と一緒にここで暮らしているのは元カノにも申し訳ないと思うし、そばにまあ入れるのがベストだと思ってるし、
まあそういうのも全部踏まえて今まで以上にでっかい男になりたいなっていう思いもいっぱい心の中で芽生えてきて、今がタイミングかなって思ったから、俺は明日朝出ていきます。